皆さんこんにちは。本日はまたお忙しい中をお座りいただきまして誠にありがとうございます。議会ごとに、行っている定例の会見でありますが、今日お手元の資料、これパネルにも出ますので、ね、これに基づいて説明していただきます。最初にこれには載ってませんが、アイラブ練馬あるあるとありましてですね、これが広報の方で発案して、なかなかセンスのいいものだと思っていたら、予想通り大好評いただきまして、新聞テレビたくさん取り上げていただいて、そこにありますように、広報を換算したら2億4000万かなという大変大きな効果があったと思っております、いろんな媒体で取り上げていただいて、そしてまた板橋区長にもですね、断りに行ってもらいました。広報課長が来ましたから、板橋区には勝っている気がするとか書いてあるんで、実は大変良かった、いい企画だと、これからお互いですがユーモアを持ってやるようにしたい、そういう話がありましたです、ね、そういう意味でも成功だったと思います。まずこれは御礼であります。次に以下5点について、今回の初心の中で大きな項目5点についてお話を申し上げます。まず練馬独立70周年記念でありますが、これは8月1日に式典をやりました。中国の海電と北京市海電、それから上田市、参加の関係者に集まっていただきまして、記念式典をやりました。大盛況でありましたが、記念コンサートを合わせてやりまして、この写真が載ってますが、文化振興協会の大谷康子理事長と NHK 交響楽団の弦楽メンバーによるご協力があった。大谷さんというのは大変明るくて個性のある方で、会場を歩き回って、トークをしながらやっていただいて、これは大反響、皆さん大喝采でありました。そして夜はその真ん中に写真にありますように花火フェスタやったんですよ。これがですね、ご存じの通り大変な、ものすごい雨が降ってました。予定していたもう一つジャズもあったんですけど、これが残念ながら中止になったんです。そしたらその直後強い雨がやって、初めてですけど区が主催というか、4500万の仕掛けがあって、これがまた大喝采であった。もっとまたやってほしいという声が大変強く上がっております。そしてまた真夏の大工、これは1日ではなくて8月5日ですが、1100人の区民合唱団がやりました。でこれはもう大変盛り上がりましてですね、フィナーレでは皆さん涙を流していらっしゃる方もたくさんいらっしゃったということで、これも続けてほしい気持ちがたくさんあります。まあ、幸いおかげさまでこうした記念コンサート、花火、真夏の大工と様々大好評をいただきました。またイベントやったらいいってものではもちろんなくて、基本は制作でありますけれども、それと合わせてこういった区民参加のイベントをやっていくことは大きな意味があるのかな、練馬区にもこれまでなかった新しい文化の可能性というのがあるのかなと思っています。今後の記念事業は次の4ページにありますが、10月14日には立ち入りの、これ2回目ですけれども、これが昨年ですね、参加希望者が多くて収容しきれなかったものですから、今度は座席も増やして、そしてまた一応参加できるのは区民に限ったんですけど、それもまだたくさん希望者がありまして、確か10倍ぐらい希望者が座席に対していらっしゃると聞いています。そして15日には練馬祭りやりますが、その中で記念パレードを実施している予定であります。これはおみこし、いろんな神社のおみこしにも参加してもらうことになっています。で12月には練馬ユニバーサルフェスタを開催いたします。これはノーマライゼーションということで、昨年もちょっと一部大阪でやったんですが、それをもっと拡大をしてですね、そしてオーケストラもやろうということで、練馬ノーマライゼーションのフェスタとしてやっていく、そういう予定にしています。こうしたラインナップで引き続き記念事業を進めていきたいと思います。次のページをお願いします。中学校入学の準備費の支給、入学金の準備費の支給でありますが、これはここにありますように制服の購入であったりとか、いろんな不良品の出費が重なって負担が大きいという声が皆様から寄せられております。現在の制度は左側にありますように、国公立の中学校の1年生で、中学校1年生の6月に認定をして8月に支給するというものですが、これを前倒しをして
小学校6年生の時に、もちろん準要保護世帯というところは変わりませんけれども、6月に認定して、3月に翌年の3月に支給する、そういうふうに前倒しをする予定であります。支給時期を半年早くして、保護者の負担を軽減すると、内容は変わります。次であります、3番目、健康づくり事業に準備しております。これは健康づくりというのは皆さん大変、県の方、関心が大きいんですけれども、なかなかですね、実践が難しいと。ウィークポイントでありますように、まず一つは行動に移せないということがあります。食事であるとか、運動であるとか、そういったものが大事だということはよく皆さん分かっているんですが、なかなか実践できない。そういう壁がある。もう一つは、区もいろいろ講演会やったり、あるいは PR やったりしてきたんですが、どうしてもですね、時間とか、参加の曜日、回数と制限があって、若い世代とか働く世代にアプローチをできていないという問題があります。そこで働く世代、若い世代のライフスタイルに合わせて興味のある切り口で、仕掛けてみようというのがこの、アプリでありました。7ページをご覧いただきました。健康アプリを作成をします。中身が2つありまして、中心はウォーキングでありますが、練馬の道にいろんな散歩道がありますけれども、それをテクテクコースと呼んでおりますけれども、そのコースを歩くのが一つ、それからバーチャルコースも当然導入してあります。それが中心であります。そして合わせて歩数、血圧、体重など、あるいはいろんな健康診察等を記録をできるようになっておりますので、こういう形で、自分の状況を把握をしながらですね、運動してもらって、もらうと、それを支援していきたいということであります。で、登録制度がありまして、アプリ登録した人を中心にプレゼントで、プレゼントもすることになっておりまして、そのキャンペーンも行う予定であります。次に行きます。4点目、生産緑地制度の改正であります。これは皆様ご存知の通り、練馬区というのは、生きた市民生活と融合した生きた農業が生まれています。これは練馬区の一大特色、いわば大きなセールスポイントであるんですけれども、練馬区の農業にはですね、たまたま市街化が遅れて残ったという面と、それからもう一つは農家が努力をして、体験農業をはじめとして農家の皆さんが努力して、そして農地が残ったりという面と両面あると思っています。そこの表にありますよ、グラフにありますように、現在農地全体で約216ヘクタールあって、そのうち大部分が生産緑地、185ヘクタールであります。生産緑地制度というのは、そこの右に表示してありますように、今500平米以上の農地が対象なんですけれども、それはそれなりに貢献をして、都市農地の保全に貢献をしてきたのかなと思っております。そしてこの農地の持っている意味というのはですね、単にそこに緑としてあったり、あるいはマーケットがあるからいいというものではなくて、私は世界的に見てもですね、ほとんどこういう都市はないと。ヨーロッパの都市はご存知の通り、城壁で囲まれて、城壁の中は市街地だけであります。農業はその外にあるのが、そういう都市ばっかり、それはもう歴史の産物ですよ、そういう都市ばっかり。日本はそうじゃなくて、城壁はないんだけれども、ベタで市街化が進んで、ところがほとんどですので、大都市でこうやって、しかも大都市の真ん中に農地が残っているというのは日本では練馬区だけだと思います。そういう意味で本当の意味での都市農業が営まれているのは日本で、あるいは世界で練馬区だけではないかと、いささか胸を張って言わせていただきたいですが、そう思っております。でこれが持っている意味というのはですね、単に例えばその農産物を供給するとか、あるいは防災とか、いろんな意味で緑地とか、そういう付随的な効果があるというだけではなくて、市民生活を大きく豊かにしていく文明史的な意義があるなと私は思っています。で、これを必ず守って、そしてさらに発展をさせていきたいと。今後、都市農業サミットの開催も予定しておりますけれども、その取り組み役としても最も重要な課題として考えて、課題の一つとして考えています。で、9ページをご覧いただきますと、これまで、私は、都市農地保全推進自治体協議会というのを作ってありますが、これは都内の38自治体が加盟しているんですが、そこの会長として、
全国を先頭に立ちまして、国に対して、具体的には農林水産省とか国土交通省に対して制度改善をたびたび要望してまいりました。その要望の内容はそこにありますが、大きく2つあります。生産緑地の指定制度の改善、それから相続に関する規制の緩和でありました。ここに挙げてある項目のうち緑の項目については今回実現をしたということで、面積要件を基礎自治体が設定できるようにしようといって、残念ながらそうはならなかったんですが、500平米の下限面積は引き下げができるようになった。道連れ解除、これも後でお話をしますけど、これも行わないことっていうのがその通りになった。ただその他の項目についてはですね、残念ながらまだ改善されておりません。で、その下半分にありますように、今回の生産緑地法等の一部改正は、生産緑地法の改正は2点、下限面積を300平米まで引き下げられることが可能になった。生産緑地内にレストラン等を設置することが可能になった。そしてこれと合わせて都市計画については、一段の農地として同一または隣接する外区内の複数の農地を一段の農地として指定することが可能になったということであります。次を見ていただきまして、これに合わせてこの制度改正に対応するために、生産緑地、地区の区域の規模に関する条例を制定すると、今議会に提案をしております。農地の生産緑地の下限面積は法定で認められた最下限300平米以上とすると、でこの対象はですね、先ほどお話をした216ヘクタールの農地の中で約 6.3 ヘクタールで134件です。まあ、そんなに面積としては多くはないんですけれども、まあ、このことの持っている意味というのは、つまり商業農地であっても保全できるようになりましたので、それは大きな意味があると思っています。そしてそれと合わせて、もう2つありますね。先ほど申しました道連れ解除、つまり改正前はですね、まとまった土地でなければダメだったものですから、それが面積が減っちゃったらそれで終わりだったんですけど、改正後は複数の土地を合わせて一段のものとみなして制度指定できますので、一部が仮に解除になっても面積要件を満たしていればそのままそういうことが可能であります。もう一つ、直売場とか農耕レストランの設置が可能になりましたので、それを設置を促進するために基準を作るということにしております。条例は今期限りに定例しておりますが、成立させていただければ10月中旬に公布施行していく、で周知を図って来年の8月頃には都市計画を利用していきたいと思います。ただこれで万歳から出るとそういうことももっとないんでありまして、残念ながらまだまだ特に税制とかあるわけで、で当面特に大きな課題は貸借制度ですね。一般的な農地の貸借制度を作ってもらいたいというのが特に我々の大きな希望です。これ残念ながらまだ実現をしております。貸借した生産緑地であっても回答に申し出ができるようにしてもらいたい、それから納税利用制度を適用できるようにしてもらいたい、それが大きな当面必ず実現したい、そのための努力をしていきたいと思います。それから5点目であります、地域おこしプロジェクト、これはこれまでですね、私が区長になりましてから練馬の未来の方が区民参加と共同っていうのは区政の大きな柱の一つとして考えてきましたので、これまで未来を語る会だけでも65回開催しています。それに加えて、ジネマビッグバン、大変まあ5体操の名前でありますが、町を元気にするアイデアを国に持ち寄って、具体化していく。2028年度は、光が丘と八幡の2地域で実施をしています。これは職員も一緒に活動しています。こういったことをいろいろやってきたんですが、この他にも私は、機会があるごとに地域に行って、住民の皆さんと話をしてきましたが、そういった中でですね、浮かび上がって、こういう経験を経まして区民参加と共同をさらに前に進めるために新たに始めようというのがこの地域おこしプロジェクトであります。資料の左を見ていただきますと、6月27段階から団体から応募がありまして、その中から3団体を決定をして、8月30日キックオフミーティングを開催しました。私も参加して、皆さん方の発表を聞いてまいりました。でこの選定した団体について補助金の交付100万円限度ですが、専門家の派遣、そしてまたプロの若手職員もですね、プロジェクト推進担当に任命をして一緒に勉強させて
そういう形にしております。で次を見ていただきますと、具体的なその中に3つあります。3事業あります。まず1つは練馬の若手主婦によりますものでありまして、ビストロ練馬事業、都市農業の魅力を作るんだと思っておりますが、若手の主婦がいろいろ集まってですね、練馬の都市農業の食材を使って新しいレシピを開発して、それをプロ内外のフードイベントに出展をして、でさらには今後音楽とバラバラの医療費とコラボをしたフードイベントをやっていきたい、そういうものであります。そして2点目、これはイベントではなくてですね、もっと本格的な、これは極めて重要な取り組みだと思っていますが、いわゆるコンビニを利用した、地域での認知症高齢者を見守る取り組みをやっていきたい。コンビニを拠点とした見守りをやりたいということであります。これは東大の看護学科の人たちを中心になってやってくるというわけでありますが、コンビニの店員の皆さんにですね、研修を実証して認知症の方々について学んで、そしてまたどうやって対応していくか、そういう訓練プログラムを提供していきたい。そして高齢者相談センター、地域包括センターですとか、そこと連携をしながらですね、見守りの事業をやっていくということでありました。でコンビニというのはですね、ご存知の通り今では例えば区のいろんな証明書の交付も可能になったりとか、いろんな形で地域コミュニティキャリアに協力をしていただくんですが、それをさらに一歩前に進めると、練馬モデルとして全国への普及を目指していきたいと思います。で3点目、3事業目はこれママの学校というものであります。これすでに江古田地区で活動されている方なんですが、知的障害者が生き生きと暮らせるような地域の交流拠点を開設をしていきたい。学生、住民の皆さん、そしてまた障害者が共に参加体験できる音楽技術のワークショップを開催していて、そういうプログラム、名前の通り実際のお母さんたちが中心になって取り立てて実践しているこの3事業について認識を要させていただきました。これからこれにこの下にありますように、区の職員、事業をサポートする区の職員も配置をいたしました。共に頑張ってもらおう。でこれは私たちにとってもありがたい話で、職員の人材を育てるための場としても使わせてもらおうという大事なことが必要です。これを進めることで練馬区における国の参加と行動をさらに進んだものにしたいということになります。あとはですね、大きな項目は以上なんですが、参考までに一言ずつご説明をいたします。まず特別養護老人ホームとの開催、これは今でも練馬区は特別養護老人ホームは都内で自治体で施設数は一番多いんですよね。病床でなくても床数はそうでもないんですけど、それは違いますが、施設としては何番、それがさらに8月1日に2施設をさらに開設をした。そして今後29年度、それから30年度と予定をして、まだ開設予定がありますので、合わせますと、近い将来、33箇所、2271箇所になると。これは例えば、八王子とかですね、多摩、あるいは、他のところで、箇所数ではなくて、そういう床数というか、ベッド数ですね、ベッド数的には本当にいいところがあるんですけど、私は公共施設というのはあんまり大規模な施設を作るんじゃなくて、中規模あるいは小規模の施設が街中にたくさんあるのが一番望ましいと思っておりますので、そういう意味では練馬区というのはいいのかなと思っています。それから24時間訪問介護看護サービスを行って、ヘルパーによる食事予約の解除、あるいは看護師による医療提供、これを合わせて行う事業所が開設されます。10月1日です。すでにあるものと合わせて計8事業所であります。これをまた捉えてトップであります。それから次に、これはオリジナルロコモ体操、いろんな体操ありますけど、今度は練馬区でもですね、若い人たちが頑張ってこういうゆるらく体操をやってみたいということで発案をして、現実に
作りが作ってました。11月だったかな、用意でご披露するようになりました。それから次に3点目、骨髄分離支援制度。これはあのシリアスなお話でありますが、要は骨髄移植というのがですね、なかなかあの、提供するのに壁がある。一つは仕事を休むことがなかなか、それはそうですよね、約7日程度の入院が必要なんです。そう簡単に仕事を進みますから。それから提供の壁、もう一つは年齢でありまして、提供可能な年齢層というのは決まっているらしいですね、20歳からは。こういう方々がこれから減っていくわけですから、それに対応していけない。そこで働き盛りの世代の方々にもっと登録をしていただきたい、それを後押しをしたいということで、その本人に対して、右にありますように1日あたり2万円、事業所に対しても1日あたり1万円を限度として補助をしていこう、支援をしていこうというのでありました。こういう支援制度をまだ全国で始めたと聞いているんですけれども、区内の在勤在学者も対象とするという意味では全国で始めたと聞いておりますが、これを着手をしておりま す。それから最後にですね、障害者福祉の充実でありますけれども、これは練馬区、私は区長になってですね、びっくりしたことの一つは、障害者福祉制度が充実をしております。これまででも23区の中で最も進んだこの一つだと思います。で、現状そこには書いてありますように、土地を保持者、そういう現状なんですが、今お話をしたように、障害福祉サービス、障害福祉サービス、例えば福祉園の数であるとか、日中活動系サービスの数であるとか、訪問系サービスの数であるとかですね、それから児童発達支援保護等系サービスの数であるとか、これがいずれも23区で1位であったり、あるいは2位である、3位である、そういった施設が目白押しにあるわけでありまして、特別支援学校も4校ありまして、そしてまたこの度は民間団体の連携して、バイメイト協会の、いわゆる盲導犬の町内での訓練も始めたわけであります。で、区内、練馬区障害者の方々を対象とした報告によりますと、練馬区に住み続けたいという定住意向が極めて高い。そしてまた地域での生活、家族と暮らしたい、あるいは一人で暮らしたいという、そういう方が多いわけでありまして、こういう方々の要望に応えていきたい。練馬区はご存知の通り、今どんどん評判が上がっているのが一つはですね、子育てがしやすいんです。それは保育所、幼稚園、学校、それから緑の環境等を全て含めてでありますけれども、子育てしやすい町ナンバーワンということで、だいぶ評価が高いようであります。で、現実に転入してくる方々もたくさんいらっしゃるわけでありますが、それと同じような形で障害者の皆さんについてもですね、障害者が住みやすい町にしていきたいなと念願をしています。私は東京都で一番最初に従事し、また一番福祉行政を長くやって、その中でも障害者福祉というのは児童福祉について2番目に頑張った分野でありますので、これ私がやっている間に必ず前に進めたいと。で、課題としては、では障害者についても高齢化、重度化が進んでいるし、合わせて家族の高齢化も同時に進行している。そしてまたもう一つは、住み慣れた地域で暮らしするためには一般的なサービス分ではなくて、その人のライフステージに応じた具体的な支援の提供が必要だということであります。これをちゃんと踏まえながらやっていこうと。次のページにですね、当面の主な取り組みを挙げています。就労定着の支援、それから地域生活の支援とか整備、重症心身障害等を支援する児童発達支援事務所を開設をすると。そしてこういった取り組みを中心にしながら、第5期の障害福祉計画、第1期障害福祉計画を作成していこうということで、その中に必要な対策の供給を明示をしていく。12月に草案を公表し、アウトを経て年末に成果していこうと思います。障害者福祉についても頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。私からはまず以上であります。ご質問ありがとうございます。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。この後マイクをお持ちいたしますので、マイクをお使いになってご質問いただきたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。また恐れ入りますが、質問の際には御社名および記者の方のお名前をお願いいたします。では質問をお受けいたします。
今回の議会はですね、どちらかというと実務型というのか、あんまりこの大課題に対応するというよりはちょうど肌会議にもあって毎年そうなんですけど、どちらかというとまあいわゆるトピックとしては出す議会なんですけど、ただの中身はあると。いかがでしょうか。あ、はい、どうぞ。今マイクをお持ちいたします。新聞のゴミです。中学校の入学準備費のことなんですが、これは特に補正を組むわけではないんでしょうか。予算はどうしたんですか。所管の学務課長の山崎でございます。で今回中学校の入学準備費について前出しを行うということになりますので、支給については今年度中に入学準備費を支給するという形になります。従いましてあらかじめ当初で入れておりませんでしたので、補正予算を計上して対応していくということを考えております。今回の議会ではなくもうちょっと先です。今回の第3回定例会の補正で提出いたします。いくらかって言ってますか。はい、金額については約ですが2500万程度というふうに考えております。あとつい先日は新宿区さんが小学校1年新小学校1年生に向けても前倒しで3月の支給をこれからするということだったんですが、その小学生については何か検討されてますか。私もねこの事業を検討したときに小学校もやったらいいじゃないかっていう話をしてるんですけど、なかなかねそれは他の区もそうなんですが、中学校の場合にはね小学校在籍してますし把握は簡単ですよね。ところが新1年生って小学校なかなか把握が難しいということで、それから支給のためのシステムの設計自体まで直すかもしれないということで今回は取り上げなかったんですけど、まあ、新宿さんがどういった形でやったのか、またどういうシステムを組んだのか、それも調べながら対応してきて、まあ、とりあえずまだ我々やってなかったので、これをやらせてもらおうかと。わかりました。ありがとうございます。それでは、次どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい。あ、はい。生産力指標に2点ほどいきたいと思います。まあ、ちょっと電話区にとっては農家を抱えて、関係もあって一定の方向性が出たということで大変ちょっとお話になっていると思うんですけども、まあ、2022年問題って言われていると生産力指標の段階で、まあ、農協さんなんかちょっと8割生み出すというような裏をかけるような非公式な発言をしたりしてますけれども、一つがどういうような転売を予測しているのかということも言って、それからまあこれとしたら先月ですか、決定されたことをちょっと報道しなかったことを反省してるんですけども、いよいよ3年も開かれる世界農業サミットの閣下が決まったというのを聞きました。11月29日から、ね、12月1日の平成31年、この内容もし現在の中で発表できるものがあればちょっとこの回聞きたいなというのでございます。とりあえずこれ2点について。2020年問題があることはこれ間違いありませんので、まあ、まあ多少減るだろうと思うんですよね。ただどの程度どう減るかっていうのはこれはまあもちろん今の段階で分からないんですけども、いろんな形で国への要望も重ねて、そしてまた国独自の取り組みをやりながらですね、できるだけ残していきたい。そしてまたできることならこれは前もお話をしましたが、逆線引きというんでしょうかね、農業をやりたい人がね新たに参入できるような環境ができれば最も望ましいわけですので、そういったことも含めて、都とも相談し、まあ、特に一応国かな、国とも協力をいただきながら、できるだけ積極的にやってきて、私は単にお話を申し上げたように、たまたま残ったから残すっていうんじゃなくて、あるいは農家の経営のために残すっていう、そういう面ももちろんありますけれども、練馬区っていう都市、東京という大都市の真ん中にある、真ん中って、まあ、中にあるですね、都市として、大変重要な意味を持っている事業なので、そして最重要な課題として期待されています。それからサミットの内容はですね、まだもちろん細かく決まったわけではありませんが、今考えているのは、まあ、数カ所の都市を想定をしております。ヨーロッパ、それからアメリカ大陸、東南アジアですね。
その辺も含めて、そして数箇所の都市を集めて、開催すると。内容については、これは基本的にお互いの各都市の農地の都市農業の現状の紹介、いろんな政策の紹介、そしてまたそれをテーマとした分科会できれば議論の場の設定、そして合わせて練馬区の都市農業を大きく世界に紹介をしていくと、そのために来た方々をご案内をしたりですね、あるいは合わせてマルシェをはじめいろんなイベントをやってきた、そういったことを今のところは、漠然とか正式な発表というのはまだ年内には無理ではないですね、来年ですか。そうですね、いつになるかそれ自体も含めてまだ時間はありますので慎重にやってきて、これは聞いてるのは9カ国ね、9都市、それを5都市に絞るんだというようなことで、会場は難しいと中都市って話は初めて聞きました。そうですという、これは入手してますけど、その正式にもちょっと、発表しなさんのかなと思って今日は質問してありがとうございます。それは無理ですね。どっちしても、都市農地の保全と農業の振興という自治体の、座長で区長があるわけでございますので、大変モデルケースになると思うんですよ。そのケースの試金石がそのサミットじゃないかと私思ってますよね。ですから2年後のモデルケースっていうのも全国を先導するリードするケースじゃないですか。ですね、そういう意味では注目されてるんだよね。いや、それ注目してもらわせば困るんで、そのためにだったそれで、俺も注目して質問してるわけでございますので、ぜひその時は来ていただけると思います。で、取って返しますとですね、もう一つ、取っ方で大変緑を重視しているという、ブランドにしている学長でございますが、一方、福祉行政ではですね、こういう形でですね、東京の日本の新設なんかが一方であるわけですけど、一部本当によりますと、都市農地をですね、潰してですね、その後に東京老人ホームを作るんだっていう情報も流れておりますけど、その辺についての大変日配反的なことで大変区長も悩ましかったんだと思いますけど、その辺の方はどうなったのか、ちょっとお聞きしたいと思います。私が判断して潰して、それはそんなことはありえません。それはたまたまもしですよ、相続ができてきてどうしても売らなくちゃいけない場合があって、やむを得ない場合というのはあるでしょうし、皆さんそれぞれご家庭の事情もあるし、それを止めるわけにいかない。しかし全体として我々としてはできるだけ農地を残していく、それは最優先だと思います。もう一つ福祉についてはですね、これはいろんな手法もあればいろんな取り組み内容もあります。で、これは私は議会でも申し上げたんだ、初心でも申し上げたんだけど、要するに私を攻撃するためにね、私が福祉に不熱心で、そして一方で町づくりというか、道路建設に熱心だってばかげた話をデマゴリーを飛ばそうとする人たちがいますので、それは私は真っ向から否定し反応しております。私にとりましては、東京都に入った時もそもそも福祉行政をやるために入ったんですが、生涯の信念であります。障害者に福祉、児童福祉を中心に、あるいは医療を中心にですね、練馬区を23区のトップにしていきたいという信念は変わりません。頑張ってきて、でそれと並行して当然ながらできるだけ農地は農家の皆さんにご協力をいただきながらできるだけ残し、これも大きな感じだ。行政というのは一方だけを一直線にやればいいというわけにはいけませんので、いろんな矛盾があったり衝突がありますけど、そこをできるだけうまくさばきながらやっていきたい、そう思います。他にございますでしょうか。今マイクをお持ちいたします。読売新聞大原です。で2点ほど、まず1点目は中学校入学準備についてなんですけれども、先ほど新宿区の話がありまして、この中学校入学準備費のこの周辺地区はどういう取り組み状況になるのか、練馬区がこう先んじてやっているような取り組みなのか、その辺りを教えていただきます。23区の状況でご説明いたします。約半数の区が中学校の入学準備費について前倒しをやっているか、また今年度中の実施を表明しているという状況でございます。そこに練馬区も同様に帰還したという話になります。それと小学校につきましては、
昨日の新聞報道にもありますように23区で小学校の入学準備についての前倒しを初めて新宿区が表明なさったという状況でございます。それとすみません、もう一点なんですけれども、この健康アプリについてなんですけれども、この配信が11月1日からですね、どれぐらいの登録者数を目指していて、開発費はいかほどかかっているかというのを教えていただけますか。それは課長の方から。健康推進課長の丸山です。当初目標はですね、5000人、今年度中に、登録をしていければというふうに思っております。それから開発費なんですけれども、この、アプリのですね、開発には740万円ほど予算組んでいます。以上です。はい、それでは他にございますでしょうか。いかがでしょうか。まだご質問されてない方で、ある方はいらっしゃるでしょうか。これは練馬区だけじゃない問題で、23区が悲鳴を上げているという話なんですけども、9年前に導入されたふるさと納税、制度ですね。あれによって歳入がだいぶダメージを受けていると。世田谷がトップでございますけど30億、練馬は19億前後ですか。大変練馬区は双方化が多いんで、あるいはここから増えていく可能性もございますけども、あと9億というのは、ある意味では、保育所を300人ぐらいの運営費であり、特別老人ホームで言えば、30所ぐらいの建設費に当たるわけでございますけれども、区長としては、このふるさと納税、23区特別区の区長会では、もう自粛するしてくれというようなことで、総務省にね、申請書を出しているところでございますけれども、このふるさと納税について区長はどう感じを持っているのか、それからこういうのに対する総合的な対策は区として何か やろうとしておられるのか、ちょっとその2点についてお話ししますか。私が言うまでもないんですけど、こういうですね、税負担の原則を全く歪めてね、サービスが提供している地域サービスの受益者が税を払わないで、それを他に転用することを認めるなんて、こんなの地方自治の原則に真っ向から反するわけです。さすがに総務省も少し慎重になってきて冷静を掛け始めると思います。ふるさと納税のやっとそのバブルが終わりつつあるのかなという実感を持っています。でこれから今まで以上にこれが盛んになることはないだろうと思いますけれども、油断をしないでいただきたい。ただ問題の根源はそういうことではなくて、私特別区の区長会でも言ってるんですが、要はその長い長い歴史がありますよね。根本的にはいわゆる東京一人暮らしに対するそのいわゆる東京集中が一極集中の問題だった。私は都に入った頃から何十年も言われている。それは今区長会がやっているようなその地方と協定を結んでですね、祭りやったりそんな問題じゃありませんので、根本的には税収の問題に対するその地方のいわば長い時間をかけた、なんて言えばいいのかな、あんまり言葉が選ばなくちゃいけないけど、そうね、妬みというのか何ていうのかよく分かりませんが、そういったものが根本にありますから、それがなくならない限りはなくならないだろうと思ってですね。だからそれをただ表面だけことするんじゃなくて、なんとか国の政策としてですね、地方が伸びるような形のものができないのか、長い長い課題ですけど、それをやめない限りは無理だと思います。でかといって今のふるさと納税みたいなことを認めるわけには、そんなことはおよそおかしな話ですから、けしからんなと思っていました。そしてこれがもっと深刻化して、練馬区の財政にもっと影響があるんだったらですね、少し根本的に何かやってみようかと思っていました。ちょっと今流れが変わりつつあるのかなと思っています。その様子を見ていきたいと思います。はい、他にございますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、
ご質問の方が、もう落ち着いたようでございますので、これをもちまして、本日の、定例会見を終了とさせていただきたいというふうに思ってございます。本日は、担当課長がこの後6時半まで皆様に、ご対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではこれをもちまして、記者会見を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。